こんにちは、タコさんです。今回の動画は NG 特集になります。よろしくお願いします。おはようございます。タフトでぼっ、ギーラ。はい。こんにちは。ダボさんです。底辺 YouTuber のダボさんです。今回から新番組が始まります。はい、今日は1回目なんですけども、私、パチンコ異常、第1回目は、違うな。はい、タボさんです。よろしくお願いします。今回、新しい企画としまして、タボさんのだからぼっちなのよを始めたいと思います。第1回目、体力不足なもんで、これ以上マスクをしながら喋るのが苦痛になってきました。それで、まあ、それでなぜ内容を喋らないのかと言いますけども、まあ、コメントに入れてもらえれば新しく、動画を作成しますのでよろしくお願いします。雑談なんですけども、まあ、すべてのクソカゲに、はい、こんにちは。ダボさんのだからぼっちなのゆです。第2回よろしくお願いします。はい、全然好評を得ていませんが、ダボ、ツアーガイド風に、自然を撮ればいいんじゃないかと、装備の説明からやって撮ったわけなんですけども、自然の脅威とは恐ろしいもので、蚊の襲撃に遭い、私は
撃沈されました。それならばと風景を撮ればいいんじゃないかと、それならば DIY だと、な話はあるんですけども、何しようかな。まあ、まあ、はい、こんにちは、ダボさんです。ダボさんのだからぼっちなのよ第4回始めたいと思います。はい、それでは今日は、ノストラダムスの大予言は当たったのか当たらなかったのかという話、なぜこのような動画を上げたかは、私は、皆さんに考えてほしくて動画を上げております。ですから他の YouTuber が1から10まで説明するような動画は撮りません。あなたが、私は題材を一つ出すだけで、1から10までしゃべるようなことはいたしません。自分で考える習慣をつけましょう。では第4回だからぼっちなのよ終わりたいと思います。私はどもりもひどくてですね、うまくしゃべれないですけども、これからもよろしくおね、ダボさん TV よろしくお願いします。はい、ダボさんです。今回は今回は、だからぼっちなのよではなくて、今日は雑談です。すごいぞさかなくんというテーマで話したいと思います。よろしくお願いします。テレビで活躍されているさかなくんですが、実はいろいろすごいことをやっていましてですね、まあご存知の方もいるでしょうが、あの方は本当にすごい方でして、まあ魚に関してはすごい方でして、テレビチャンピオンという、テレビ番組で、チャンピオンに何回もなっているような人なんですよ。それで原点というか、その人がですね、さかなクンが、一番最初というか、まあいろいろ生き物が確か好きだったという話が出てるんですけども、中学生だか小学生の時にですね、カブトガニというのを、クラスで飼っていたそうなんですけども、それをですね、まあ飼育担当なのかそこは分かんないんですけども、まあ広い海から、水槽の中に連れてきたんで運動不足になるんじゃないかということで、時間を決めてカブトガニを散歩させていたそうなんですよ。そうしたらばですね、なんと、日本初というか世界初というか、カブトガニの産卵まで行ったそうなんです。それは生態が分かっていなかったこともあるし、まあ
小学校だったか中学校だかは忘れましたけども、まあそういうことを、異名というか、もう小さいうちに そういうことをやっていたわけなんです。それで次が、テレビチャンピオンなんです。それでまだすごいことがありまして、確か岩手県に岩手県と、十和田湖か田沢湖か忘れましたけども、国松というのが昔というか、昭和初期にいたそうなんですけども、その国松というのが、なんだ、鉱山の汚染かなんかで、水を流すと死んじゃうということで、どっかの、湖に、子孫を残すためというか、そういう感じで、放流したわけなんです。その魚は、絶滅されたと言われてまして、それもたまたまというか、確か、標本を書いてくれとさかなクンが依頼されましてですね、依頼を受けましてですね、その、魚を書くのに、何匹か、見せてくれというか捕まえてくれということで、その中に、ちょっと変わったマスがいたそうなんです。それ見た瞬間に、これはちょっとおかしいぞということで、いろいろ調べたらば、まるっきり種類が違くてですね、それが、何十年か前に放流したクニマスだったということで、天皇陛下にも、が紹介するぐらい、素晴らしい、異名というかをやったわけなんですけども、そのさかなクンがですよ、いじめに関して、素晴らしい回答をしているんですよ。さかなクンは、魚が好きでですね、自分でも水槽で飼っているそうなんです。その結構大きな水槽なんですけども、飼う数を間違うとですね、いじめが始まるそうなんですよ、魚同士の。それで弱い魚がどんどんいじめられるというので、水槽を別の水槽に移して、飼うそうなんですけども、それでもその小さな水槽に何匹か、離して飼うと、またその中でも、いじめが起こるそうなんです。で、さかなクンが言った言葉があれなんです。学校に行きたくないならば、自然に触れ合えて、一人でもいいんで、自然に触れ合って、感覚を鍛えましょうというか、とにかく自然の中にいましょうということで、そうするとですね、ストレスがなくなって、まあ孤独というものが、薄れるというような話をしていました。それでなぜいじめのそれがいじめの話かというと、まあとにかく、大自然の中というか、海、まあ魚だから海が川が、水のあるところに住んでいるものなんですけども、まあ人が手を加えてというか、これぐらいなら大丈夫じゃないかという、
スペースに、詰め込むとですね、その中でストレスがかかり、ストレスを解消するためにいじめが起こるそうなんです。ですから、まあ人も同じようなものじゃないかと言っております。ダメだなうまくいかねえな、ダメだな、これ使い物になる。はい、すいません、はい、身の危険を感じたから、削除いたしました。なぜそんな身の危険を感じたかというと、私の知り合いというほどではないんですけども、まあ腐れ縁というか、付き合った時期というのは1ヶ月もあるかないかなんですけども、まあ私と年は同じ人で、まあ地区が、住んでいる地区が違ってたんですけども、たまたまですね、まあパチンコ屋さんで知り合いましてですね、まあそういう関係で、詳しいことは喋れないですけども、そういう私を知っている、人物が、まあ、ある一つで私のパチンコのホームグラウンドに現れました。私はその人は他のパチンコ屋さんで、をホームグラウンドにしているのを知ってたんで、会いたくないんで、場所を移動してました。まあそれで、まあ会いたくない人間はまあ同級生も含めて、何人かいるんですけども、まあその、会いたくない、人がですよ、いないところで、パチンコ売ってたんですけども、まあ何年ぶりだろう、まあ20年じゃねえんだな、10年ぶりが何年ぶりかで、まあその人が売っているのを見てですね、まあ明らかに嫌がらせというか、まあコロナなんでマスクをしているので、まあ私はぼっちなもんですから観察力が鋭いのですぐ気づいたんで、まあ目を合わせないようにしてパチンコは打っていたんですけども、何か様子がおかしいというのは気づきました。まあその人たちはグループで来てまして、まあ3人か4人か、時々女性が入るような格好で、パチンコを打っているわけなんですけども、ある特定の機種のそばでだけ打ってました。それは、私の得意な台のそばであります。ですから私は動画を削除いたしました。なぜ削除したかというと、そのパチンコ屋さんのなんて言うんでしょう、ロゴが、動画に入っていたからなんです。それでまあ何ヶ月だ
まあ動画を削除したのが11月か12月あたりなんですけども、つい最近まで、うろちょろされてまして、まあ多分推測ですが負け額が増えたんで消えたとは思うんですけども、まだ現れるかもしれません。ですから、パチンコの動画も上げたいんですが、まあ私の撮るのはまあ要はパチンコ動画っていうのはまあ大当たりがあればいい成立する動画なんで、まあ当たらないのをずっと撮るのもいいでしょうが、それでは成立しないので、まあ大当たりしたところを撮るようにするとですね、どうしても負けた動画にはならないんですよ。まあそういうことです。ですから、皆さんも、身の危険を感じたらば動画を削除するのも手だと思います。今日は以上になります。失礼いたします。はい、こんにちは、ダボさんです。今回はですね、テーマがないんで、はい、こんばんは、ダボさんです。はい、今回はですね、ホワイトボードを持ちましてやってみますんで、うまくいくかいかないかわかんないですけども、よろしくお願いします。はい、これわかりますかね、丁字路なんですけども、まあ要はですね、まあ私車運転するのは、怖くないんですけども、周りの車がすごく怖くてですね、まあ本当に怖いんですよ。特に丁字路が怖いです。それでまあ丁字路の止まり方からいきます。まあこう走ってきますよね。まあだいたい今せっかちの人が多いのかわかんないですけども、と走ってきてギャッとこう行ったりギリギリのところで、まあスピードも緩めずというか、いきなり止まるような人がかなり多いわけで、そうすると私はこっちから来た時はすごくビビるんですよ。だからなるべくならばこうまあ10メートルも前からぐらいに、そろそろそろっとこう、そろそろそろっとこうスピードそろそろそろっとですね下ろしてもらいまして、こんなギリギリまで来ないで、まあ1メートルはとは言わないですけども、少し手前で止まって左右を確認してからツツッと出てもらうとすごくありがたいですね。うん、これは本当に丁字路を走るたび、まあこちらから私が来るんですけども、そうするとかなり私はビビります。
ですんで、私がいるところだけでもいいんで、必ずスル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 っと来て、ここで止まってちょろちょろちょろと出てもらえると助かります。ケース2なんですけども、今度はですね、まあ赤が私の車だとします。まあこれは私のが気をつければいいだけなんですけども、まあこう黒い車がこう進んできますよね。こっちもこう進んできますよね。するとですね、左側の A ピラーにですね、車がこう同じスピードでというか、かなり見晴らしのいい定時路だとよく、そのお化けというか隠れる現象が起きるんですけども、かなり手前からこう同じスピードでですね入ってこられると、まあとにかく、まあ今乗ってる車は、かなり、フロントガラスが運転席側からかなり離れてるんで、あまりというか、まあ年を取ったんでその辺は慣れてきたんで、まあだいたい、まあ左側を見るときは私は、前がらみで後ろがらみでというか、なんだ、シートに頭をつけて見て、それで本当に大丈夫かなと、こう前に動かしたり後ろに動かしたりしながら走ります。なぜかというと怖いからです。あ、こうですね。はい、それでケース3なんですけども、まあ私が赤い車です。こう私はかなりというか手前で止まってるんですが、右折する車なんですけども、この右折する車がですね、まあ極端な話を言うと、こう内側に入ってくる人がほとんどなんですよ。ですから、右折の際はこのようにですね、大きく回ってぐるっとこう、ちょっと待ってくださいよ。こうじゃなくて、こう大きくこう円を描くようにというか回ってもらうと非常に安全というかビビることがないんで助かります。はい、こう大きくですね回ってもらうと助かりますね。はい、よし、すいません、今回はこのような全然わけのわかんない動画を撮りました。以上になります。失礼します。テーマを募集